皆さんこんにちはガーデコジャパンの富永です今回は園芸に関する個人的なトピックをご紹介する私的園芸ニュースです先週先々週と週末にまとまった雨が降ったためほとんどのバラは散ってしまうか花弁が傷んでしまいましたご覧いただいているバラはメルヘンツアウバーですちょっと見えづらいですが小さなカマキリがいますね開花直前に雨に当たったため外側の花弁が傷んでいますが比較的綺麗な状態で咲いてくれました さて、バラはほとんど終わってしまったので、今回は出根草がメインです。花を咲かせているものを中心にご紹介します。園芸・ガーデニングに興味のある方や、5月に開花する植物をお探しの方は、ぜひ最後まで動画をご覧ください。 まず最初にご覧いただくのはリシマキアボジョレです去年夏越しに成功して2年目の開花を楽しめています少し前の私的園芸ニュースでお話ししましたが花が咲いていた枝を折ってしまいましたそこから脇芽が伸びてきてご覧のように小さめですが花を咲かせました咲き終わった花の切り戻し位置がいまいち分かりませんでしたがすでに脇芽から赤いつぼみが見えるのでその少し上で切ればいいのかなという感じです 今年も夏越しに成功できれば言うことなしなのですが、まだ自信がありません。一応保険のために種を採取しようと思っています。続いてご覧いただくのはマルバストラムです。少し前からアプリコット色の花を咲かせています。去年、開花期を過ぎた後に苗を購入したので、花を見るのは今年が初めてです。 開花期を迎えて感じたのは意外に花持ちが良くないなということです。定期的にまとまった雨が降っているのが原因かもしれませんが、すぐに咲き終わってしまいますね。そのせいか、株いっぱいに花が咲くというよりは、4つ、5つくらいの花がちらほら咲いているという感じです。まだ性質がつかめていないので、手探り状態で管理しています。 続いてご覧いただくのはスカビオサパーフェクタですこれも去年から育て始めた株ですが初めて花を見ました結構個体差があって白っぽい花も咲くようです白いスカビオサはホワイトクイーンという品種をすでに育てているのでできれば青い花が咲いてほしいと思っていましたまだ咲き始めですが花が開いたらそこそこのボリュームがありそうです切り花にしても楽しめそうですね さて、このパーフェクターのように、少し大きめの花を咲かせるスカビオサは、高温多湿の環境が苦手です。本当は雨に当てないように管理したいのですが、栽培スペースの関係上難しいです。せめて風通しが良くて涼しい場所に鉢を置くようにしています。続いてご覧いただくのはペラルゴニウムです。 先月苗を購入して育て始めたパールグレイが花を咲かせましたカメラで撮影すると淡いピンク色に見えますが実際には名前の通りグレーに少しパープルが混じりますとても魅力的な花色をしていますよね育て始めたばかりなので花数は少ないですが新たな家計も伸び始めてきているので順調に育ってくれれば花数も増えてくるはずです葉っぱの雰囲気からはデリケートな印象を受けるのでヒヤヒヤしながら管理しています 続いてペラルゴニウムシドイレスの花をご覧いただきますこちらはシックな雰囲気の赤い花ですねシルバーリーフとの組み合わせがとても良い,い雰囲気です日当たり風通しの良い場所で管理をすれば長い期間花を楽しむことができますペラルゴニウムの中では丈夫な方ですがそれでも過湿や群れには弱いのでこれからの時期梅雨の長雨には当てたくないですね 続いてご覧いただくのはアークトチスグランディスです4月から繰り返し花を咲かせていますできれば夏越しさせたいと思っているのですがちょっと難しいかもしれません株元から新しい枝は出てきているのですが花が咲き終わった枝は茶色くなって枯れ込んできました先週先々週とま,とまとまった雨が降ったのでその影響かもしれませんねもともと予定には入っていましたが枯れてしまった時の保険として種を採取しようと思います 手に持っているのは咲き終わった花です綺麗に種をつけているわけではありませんがそれなりの数は確保できそうです続いてご覧いただくのは今年唯一信頼で購入したバラシルクロードですこんな感じでつぼみが膨らんできましたバラの信頼を咲かせるかどうかというのは結構悩む方が多いようです 個人的には咲かせてしまってもいいと思っていますその代わり大した花は咲きませんそして株の成長が遅くなりますそれでもいいよという方は咲かせで ok です早く株を大きくしたいという方は花を見るのを我慢してつぼみを早いうちに摘み取ってください今回購入したシルクロードは新しい品種でどんな花なのか見てみたいのでつぼみを摘み取らずにこのまま咲かせてみようと思っています 続いてご覧いただくのは、ロベリア・リチャードソニーです。ご覧のように青い花を咲かせました。この品種だけでなく、ロベリア自体を育てるのは初めてなので、まずは他の植物と同じ環境で管理しています。初期生育は旺盛なようですね。かなり枝が伸びてきました。ただ、群れには弱いのかなという印象を持っています。先週、先々週とまと,まとまった雨が降った影響もあるのですが、株元近くの葉っぱが傷んでいるようです。 この後、多少葉っぱが落ちる程度なら気にする必要はないと思いますが、ちょっとしばらくは注意が必要ですね。続いてご覧いただくのはフロックスです。なぜかこの出根層だけ害虫被害がひどいです。特に最近育て始めたオリンパスという品種は葉っぱの食害がひどいですね。結構ボロボロです。 しかも犯人が見当たりません薬剤散布なしで管理しているのである程度の害虫被害は確保しているのですがちょっとここまでひどいと生育に悪影響が出そうです右の株は同じフロックスのブラインドライオンという品種ですこちらも葉っぱを食害されていますフロックスが害虫被害を受けやすい植物なのかそれとも管理方法に問題があったのかはわかりませんがちょっとお心配ですね それでは今回の動画のまとめです園芸に関する個人的なトピックをご紹介する私的園芸ニュースでした実は最近パソコンを買い替えましたまだ新しいパソコンでの作業に慣れていなくて編集に時間がかかってしまいました園芸作業に関しては曇ってはいましたが雨は降らなかったのでようやく作業ができましたとは言っても先終わったバラの枝を片付ける程度だったので個々のバラの状態をチェックすることができていません 害虫に関しては、ご覧いただいているカマキリなどの液中に頼りっぱなしです。さて、今後の梅雨入りに向けて、出根草の手入れも必要になりそうです。切り戻してさっぱりさせたり、鉢の置き場所を変えるなど、それぞれの株の状態を見ながら管理していこうと思っています。